ホテルさ山は、富山県中新川郡立山町にあるホテル、中部山岳国立公園特別保護地域である、立山山中の室堂平に位置し、日本一標高の高い場所にある、長野県のホテル千畳敷に次いで、日本で2番目に標高が高く、リゾートホテルとしては、日本一標高の高い場所に位置する。3000メートル級の山々を間近にした環境に、立地する。 立山黒部アルペンルートを運営する企業、いわゆる立山三社の一つである立山観光、ターミナル株式会社による経営。営業期間は、例年4月16日より11月30日まで、着工は1969年5月8日、5年の歳月と平地の標準建設費の3倍に及ぶ資金を費やし、1972年9月1日に、竣工及び営業開始。 同年12月20日に政府登録国際観光旅館に登録された。2000年4月1日、立山開発鉄道より立山観光ターミナルに経営住宅された。同時に委託された姉妹ホテルに三田ヶ原ホテルがある。中部山岳国立公園内に位置するため、自然環境保護の厳しい規制の中で建設された。また、積雪20メートル。 最低気温摂氏マイナス24度に及ぶ現冬期に耐える設計が施されている。冬季は交通が遮断されるため休業となるが、電力、通信、生活物資、暖房など通年営業を維持し得る。レストラン、立山入り口ホテルは6階建て。フロントは3階にあり、立山黒部アルペンルートの室戸をバスターミナルビルの2階と直結している。 鉄筋コンクリート作りであり、規模は、建築面積1518平方メートル、延べ床面積7498平方メートル。客室数は、和室、洋室を合わせて85室、収容人員は289名。飲用水、浴場などの水道はすべて、ホテルのすぐ近くに湧く、立山玉殿の湧水を使用している。主な施設は、以下の通り、その他、 大浴場や家族風呂、ロビーラウンジ、会期室、談話室などを備えている。なお、ホテル内部ではないが、室堂バスターミナル2階では、アルペンルート内最大規模である、レストラン立山が営業している。また、1階には、コーヒーショップと、蕎麦コーナー、立山山頂間郵便局がある。立山、剣岳、室堂んの登山拠点として、登山客の利用が多い。 立山黒部アルペンルート運行期間にトレッキング客が訪れるほか、周期の紅葉、春季冬季の雪原散策、来庁観察など季節ごとの観光客を迎えている。ホテル近辺には、三栗が池や地獄谷などの名称地をめぐる散策コースが整備されており、三栗が池温泉、来庁層などの温泉宿泊施設がある。ホテル立山では、ホテルスタッフにより、 以下の通りの各種観光イベントが行われている。富山県中新川郡立山町、足倉寺麻舟坂外第11国有林。ありがとうございます。